皆様こんにちは。本日はですね、このヘッドライトのですね、このシミのような曇りですね、これを処置してみたいと思います。最近ですね、自動車のねヘッドライトというのはですね、いろいろ形がですね複雑になってまいりまして、非常にですね高性能化はしておるんでございますが、ご存知の通りヘッドライトの黄ばみとですね、それから黄ばみが今度は落ち着くとですね、新たなる問題、このくぼみが登場し始めるわけですね。でこれもですねやっぱり厄介な問題で、相手がですねクリアな樹脂のために皆様非常にご苦労をなさるというケースがございますね。で以前ですね、ヘッドライトの黄ばみに関してはもう散々やりましたけども、あえてもう一回ここでちょっとやってみたいと思いますが、もう私の動画をですねよくご覧いただいている方はですね、このショップタオルにですねこのコーヒー沸かしを使ってですね、これアルコールをこちらの方でねかけていただくと、処置できますよと。黄ばみの時はですねいろいろご紹介したんですが、これもね一応ちょっとやってみましょうか。アルコールでね、こいつね少しねやっぱ反応し始めるわけですよ。このどうしてもですねこの曇りもコーティングがですねやられてくると。でそうするとやはりこの反応して、この黄ばみと同じようなね感じになって、ここはですねやられてくるわけですね。以前はですねこのアルコールを使ってですね、まずもう酸化してカチカチになっちゃったコーティングをですね、まずは一旦このアルコールで弱めてあげて、でその後にですね手磨きでね何とかきれいにしようというやり方をねご提案したんですが、現状ですねこの黄ばみがねあんまりなりにくい時代になったんですけど、今度は曇りがね出始めるんですね。で曇りもですね、結論としてはこのコーティングの変化が黄色くなるのか、なんかシミのようになるのかの違いであって、やはりアルコールをねこうやってつけると、このコーティング自体がですねもう弱ってきてると剥がれ始めるんですね。これねこのようにですねちょっと軽く拭くと、この特有のですね白い感じになりますので、なのでこいつをね無理やり取ろうとしてもう傷だらけになってるっていうケースがね結構ございますんでね、まずはね軽くこんな感じですね拭いてあげると、シミのようになったねコーティングだけはさっとね取ることができますので、カチカチに固まったコーティングがあるとなかなかクリアにしにくいということでね、まずはこのアルコールに反応する部分をですねこう徹底的に除去しましょうねという感じで、このアルコールのね処置の方法を最初にやってみたんですが、シミのようになっているところはですねこんな感じでですねちょっとしつこくね拭いてください。でこれはねアルコールはあくまで腐ってしまったコーティングをね取る上で使うだけなので、ある程度取れたらもう今後はですね磨きが楽になるんで、もうそんなにね登場させる必要はないので、最初のね一発目だけなんですよ。でこうアルコールを使ってコーティングを取った段階でこう KF96 を入れるだけでですね、実はもうかなりね普通にはもう綺麗に見えちゃうぐらいなっちゃうんですが、もうちょっとね表面を綺麗にしておいた方が耐久力は高まりますのでね、この樹脂をね磨く上でも結構ねこいつ使えるんでね、 5970S でね今回はちょっとやってみたいと思いますが、でこう指にですねちょっと 5970S をねこのシリコンがかかった状態のところに入れていただくんですよ。特にこのヘッドライトはこのトップのところがねやられてますので、こちらにねこんな感じで薄くていいですよ、薄くて。ショップタオルヘビーデューティーにですね、シリコンをつけてですね、でヘッドライト側にもシリコンがついていると。でこの段階でこんな感じですね回していただくと、ボディとね同じような感じで磨けるわけですよ。でこれだと今シリコンもね効いてますので、すごくねいい感じで滑りながら
かといってこの樹脂のねプラスチックの、まあ、ポリカーボネートのですね樹脂、こいつがね熱にね弱い場合がありますので、やりすぎるとね危ないですね。なのでこうシリコンでですね摩擦をできるだけ軽減して、なおかつ 5970S のですね軽いコンパウンドの力を利用してですね磨くんですね。でそうするとですね、この手のいやらしいですねヘッドライトのシミ、ヘッドライトの黄ばみの次は、まあ、シミでございますが、これがですね、まあ、こんな感じに、どうでしょうか、これちょっとざっとね、結構いけてるでしょこれ、まあ、こんな感じですね。一回やっただけで、あのシッピンの時のね輝きがね戻るんですね。でこういうところはですね、あの結構皆さんね、あの無理に取ろうとして傷がついてたりするケースが結構あるんですよやっぱりね。だけどこれだと傷なんかほら一切つかないでしょ。もちろんね、あのコンパウンド使ってるんでミクロンの傷はね、あのこれついてるんですよ。この辺はちょっと誤解なきを言っときたいんですが、コンパウンドはあくまで削ってますのでね、当然ながら多少の傷が入るんですが、ミクロンの傷でこの透明の樹脂だとねもう分かんないですね、もう全然。なんでこうやって落としていただくと、この樹脂自身がですね安全に磨けるってことが分かってきたんで、もしねあのこのヘッドライトのねトップのこの位置が曇っちゃって困っちゃってる方ね、この方法を試していただくとね、うまくねあの綺麗にね磨けるっていう時は結構な確率がありますので、お試しいただくといいですね。でショップタオル自身にですねシリコンをねあのいっぱい染み込ませておりますので、摩擦による熱でこの樹脂がねなんとかなっちゃうとかって、そういうことがねもうリスクはもうほんと消せますのでね。でこうやって削られると黄色っぽいでしょ、これ。これがね、あの傷んだコーティングが取れてくれたんですね。薄皮1枚で取れてくれるというね。これがね、私最近気に入ってて、かなり成功確率っていうかですね、もう綺麗になる、なり方が尋常なく綺麗にいくので、皆さんにね、また、ちょっとお困りの方はね、お試しいただくとね、いいかなと思ってね、今回やってるんですけどね。それでね、まあこういうところをねついでに磨く関係で、ここにあのマスキングをね以前は貼ったりなんかしましたけども、いやね最近ね分かってきたことがね、こうヘッドライトのね黄ばみのねざらつきでこれボディが傷つくんですよ実際で。この辺りにね傷がついてらっしゃる方が結構いるんですね。でなんでかなと思ったら、ヘッドライトのねそのガサガサになったやつのせいで傷がつくんですね。なのでこれ以前ご紹介したですね方法をここでも同じように取っていただくと、例えばこう今シリコンのね上にコンパウンド塗って、でボディの方にもですねこの間細かい傷消しをねあのする時の方法でこうシリコンですねこうザーッとね塗っていただいて、ポリシャをですねかけていただくと、でそうするとですねこのボディのエッジのとこの汚れもですね綺麗に取りつつ、ヘッドライトもね綺麗に施工できるっていうことが分かりましたので、この方法をねお試しいただくとね、かなりね綺麗にこのボディの方にね黄ばみのせいで傷がついたものもうまくですね傷が消せますので、お試しいただくとねいいと思います。いかがですか、これピカピカでしょ。この 5970S のね1500番ぐらいのねポリッシング効果がですね、この辺の一連のですねこう磨き傷ですね、ここについてたようなやつまで綺麗に取ってくれるんで、非常にですね仕上がりがいいんだと。でこれはあくまでですねシリコンが当然こっちにも乗ってますので、この 5970S のストレートなね磨きの力を少し減衰した状態でやってますので、これだけでもねもう本当にねいい感じに仕上がってくれるんですね。いかがですかね、これなかなかのもんでしょう。
結構ね、新車の時のあのピカピカ度が戻りますし、この辺りにねついてたあの磨き傷以外のあの洗車傷ですね、もう綺麗に取れちゃうんですね。なんでお困りの方がねいらっしゃったらね、この方法もかなり使えますんでね、いいですよ。で、あとはここでね、本当にねあの究極のところまで追いたい方はどれを使うのがいいのかっていうと、そうですね、このウルドフィーナの 5969R、 こいつがすごくうまくいきます。現実ねちょっとやってみましょうか。で、この当然ながらですね 5969R を使う場合もですね、このやっぱり樹脂のところに回転体を入れる関係でやっぱり危ないっていうのは事実なので、こんな風にですねシリコンを前もってね塗っといていただくわけですよ。で、5969R ですね、今度はショップタオルにですね染み込ませた状態にするわけですよ。この時にシリコンをねもちろん塗っといていただくといいですね。で、こんな感じですね、まあ、ちょっと全体的に流す感じでやっていただいて、で、こんな感じですね、最後の仕上げをしていただくと。5969R で結構綺麗になりますよ、これ。もう本当、ピッカピカになりますからね。軽くね、磨くだけ。と、最初のね、一発目の1500番ぐらいのね、傷を想定している5970S から、こんな感じですね。ウルトラフィーナ。の仕分け材を使っていただくと、もうあの傷は何だったのっていうぐらいね綺麗に磨けますので、ということでですね、まあこんな感じにですね最終的な仕上がりはいきますので、もしねくすみでねお困りの方がいたらねご検討いただくとねいいかもしれません。まあこんな感じですね、ウルトラフィーナも加えていただくともうガチの仕上がりが期待できますので、あの、まあ、黄ばみの次はね今度はくすみというね時代になってまいりましたので、ヘッドライトのくすみはこんな感じでですねクリア樹脂も簡単に磨くことができる時代になりましたので、一応ですねご検討いただくといいかもしれません。はい、ということで本日はですねヘッドライトのくすみをですねいつものショップタオルとシリコンコンパウンドを使って磨いてみました。ありがとうございました。